こんにちは、皆さん。私、ビューブです。新しいエピソード、ようこそ。あなたの大好物ばかりよ。All we have the... ちゃんとお上がり。ほら、すべてあなたの大好きな。ダンジョンでとれた食材たちよ。ダンジョン。She's already having nightmares about the food from last week. She's traumatized. ちょっと悪夢を。何この匂い、夢の中と同じ。別のパーティーがあそこで朝食作ってんだよ。塩漬け豚を炙って食べてる。羨ましい。本当にひどい、嘆かわしいばかりだ。最近の若い冒険者が取る食事といったら、パン、干し肉、ブドウ酒。迷宮を探索する体力作りのため、肉の油は大事だ。それだけではいかん。栄養不足は魔物よりを探し、like、guy, you know, と王爵を垂れたが、実は我々も完璧な食事を取れているわけではない。そこだエリックの娘は今豚肉を見て羨ましいと言ったが、それは体が油を欲しがっているせいだ。魔物食べたくないだけじゃ。というわけで今日は油分が豊富な魔物を狩る。できれば卵も取れるとなおよい。卵は完全栄養食、迷宮の中では積極的に取りたい。というとあれですか。あれだな。なんだよ。What are you thinking? どうは鶏。おい、ケビン。その牙と蹄には猛毒を持つという。Gross. ヘビの王バジリスク。バジリスク。ああ、バジリスクか。よかったな、マルシル。鶏肉が食えそうだぞ。バジリスク only one I know is from Harry Potter. 鶏肉だと鶏肉って言っていいの？かっこいいよな。俺も昔は混ざった種類が多いほどいいかと思っていたが、結局2種類程度の方がお互いの魅力を高め合っているというか、今まで課金としか認識できなかったニワトリの魅力にも気づかせてくれた。シンプルだが奥深い組み合わせだ。Yesterday I went to the Asian market and I saw black chicken potatoes. I didn't know that was a thing. 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 I didn't know thatあの辺りがバジリスクの巣だ。あったあった。最近産んだものがようだな。鬼の犬間にさらってしまおう。なんか細長くない？はい、持って。なんか柔らかくない？バジリスクの威嚇音だ。急ぐぞ、先生。待て待て、こいつは布でくるんで。だいぶ大きい。さっきのパーティーだ。Party from before is getting wrecked. Use some spell. Oh no. あの逃げ方は一番まずい。背中を蹴ってくれと言っているようなものだ。早く助けてやるよ。And she tripped.手足を広げて体を少しでも大きく見せ、大きな音を出して威嚇する。He's doing the Peter Griffin thing. Make yourself look larger. 他人のふりしたくなるな。バジリスクには鬼の頭がある。一見すると視覚がないように思うが、体は一つ。違う方向からの同時攻撃で気を引けば、二つの脳により一瞬、体が混乱する。R.I.P. バジリスク。怪我の具合は？毒をもらったか？はい、ライオス。毒消しなら戦士があるって。本当か？これは今日の食材に使おうと思っている。死にかけてる、死にかけてるのに。毒消しは単体で食べるより調理した方がうまい。じゃあ早く作って。まず尾と足を切断、軽く湯がいて羽をむしる。 Take the feathers. うわ、 We have the chicken. 鶏肉になった。内臓を取り、香辛料をすり込み、野菜とみじん切りにした香草を腹に詰め、切り口を縛る。肉に串を通して
丁寧にローストし、cooked on an axe。 完成じゃ。早く早く食べさせて。 And he's healed。 肉汁がよく出て美味しいです。なんかごめんね。お前たちも食べなさい。ちょっと待って、先に回復魔法を。街の食堂にも出てきた。さすがに味は鶏肉そっくりだな。蛇の肉も鶏に近いと聞くが。ごめん、回復魔法かけてあげるね。あ、間違えた。迷宮の中でこんなちゃんとした料理初めて食べました。あの、僕たち迷宮に挑戦し始めて3ヶ月になるんですが、毎回同じとこで全滅してばかりで、どうしたらライオスさんたちみたいに魔物を料理できるくらい強くなれるんでしょうか。それはまず食生活の改善、生活リズムの見直し、そして適切な運動、その3点に気をつければ強い体は作られる。ビクトリー。なんだかすごい人たちだったな。僕らも。And the other adventurers on the ground, I guess. Do it for them. 今日中に3階へたどり着くのは無理か。丁寧にローストしてっからだよ。レッドドラゴンは月に一度目覚めて狩りを行うらしい。レッドドラゴン。Yeah, you have to rescue the sister. じゃあ今は満腹になって寝てるわけだ。ぜひ彼が再び空腹になる前に探し出したい。というわけでマルシル、少し急ぎたいんだが。この調子じゃ難しいか。全然平気だし、余裕でまだまだ歩けるし。無理するな、少し休憩していこう。無理してない。あのさ、今そうやって虚勢張って体でも壊されたら余計に足手まといになるっつってんの。ドーン。やっぱり他の道を使った方が楽かも。でも外は大コウモリが邪魔だろう。あ、大コウモリなら私の魔法で。マジコンペック必要ない。隠し通路を使うのは、罠は多いが魔物は少ない。私が罠解除の魔法。シルチャックに解除してもらう方が早いから。魔物が少ない場所を通るのか。では食材を確保しておきたいの。昼の残りでなんとかならないか。肉と卵しかない。何か野菜が必要だ。この近くにマンドレークの群生地がある。マンドレーク。はいはい、マンドレークの取り方なら知ってる。私に任せて。マンドレークは魔術や薬学の基本、つまり私の専門分野。みんな今回は私の指示に従って。マンドレークは土から抜くと悲鳴を上げ、それを聞くと精神異常を起こすか最悪死ぬ。そうなれば私たちは全滅。ファリンを助け出すのにまた一歩遠のいてしまう。そうならないためにも、まず紐とよくしつけられた犬を用意します。犬、犬の首輪とマンドレークを結び、距離を取って犬を呼び寄せる。すると犬に引っ張られてマンドレークが抜ける。犬はどうなるんだ。死ぬ。え、ひど。まあ、I guess だから。その犬はどっから連れてくるんだ。そもそもそのやり方効率悪すぎないか。でも学校では長い紐を使ってはダメなのか。叫び声が聞こえない距離まで届く紐を使うんだ。これなら犬を使わずに済む。多分なんかダメなはず。こう力加減が難しいとか。You just pulled it. びっくりした。マルシルだったか。叫ぶ前に首を落とせば声も出ない。おい、これマルシル。ダメダメ、危険だよ。わしはこれで長年食ってきた。そういう素人判断が一番危ないんだよ。でも選手は実際経験積んでるだろう。マルシルは本に書いてあるやり方を実践したことあるのか。ない。だって犬かわいそうだし。ともかく。今は犬もいないし時間もない。悪いが選手のやり方に習うとするよ。そんな簡単なやり方でいいなら専門書にそう書いてあるはずなのに。でも確かに本の知識だけでは説得力に欠けるし、やったことないことをみんなにやらせるのは良くない。やったことない？ならやってみせればいいじゃん。本当だ。頭が残ってるからマルシルが取ったやつだな。魔
マルシルの方が渋みがなくてまろやかな味してる。うん、おいしい。おそらく叫ばせることで何かアクが抜けるのだろう。ひと手間で味が良くなるのは料理の基本。どうやらわしは効率ばかりを求め、本質を見失っていたらしい。礼を言う、マルシル。お前の知識と本は素晴らしい。料理本じゃないからこれ。これはほんのささやかな例だ。一番おいしいところを食べなさい。マンドレイクはそのギフト。いらんぞー！大まもの食べるなんてこりこり。この辺りだったっけ？近道の入り口があるのって。入り口？ライオス、ちょっと喧嘩してくれ。ここだ。今何が起こった？シルチャックは罠発見や鍵開けの専門家なんだ。言っとくけど、この先罠だらけだからこっちが指示するまで動くなよ。Maybe I'll spell for type traps. 俺が最も嫌いなのは仕事を他人に邪魔されることだ。待った。Oh, there has to be traps here. 次はこの油を先ほどの火花で熱してくれ。どうして早くせんか。大コウモリの肉は皮を厚めに剥ぎ、ぶつ切り、軽く切れ込みを入れ、調味料を揉み込み少し寝かせ、その間にマンドレークのかき揚げの準備をしておこう。マンドレークの皮を剥ぐときは手足を先に分断するといい。絡まったのをほぐせば手でもげる。胴体部分はしっかりと、手足部分は色の濃い部分を軽くこそぐ。そしてこれも同じ。水にバジリスクの卵を溶き、小麦粉をふるい入れる。ダマにならぬよう混ぜたら、マンドレークを衣の中へ。火の具合はどうだ？どうだも何も、罠の火力調整なんて初めてだよ。Just in the traps, 5 power. ちょうどいいではないか。崩れない程度に上がったらひっくり返す。いいな。あ、わかった。Flip it. もういいか。しまった。まだ早かったか。火力が弱いのか。お、burnt it. 焦げた。どうだ、調子は。全然ダメ。変わってくれ。火の罠はお前の領分だろう。火力はともかく、ハゲ加減は料理の領分だろう。火が弱いとべちゃべちゃになるし、強すぎるとあっという間に焦げる。ならば罠の領分ではないな。そろそろではないか。いい色にできた。完成じゃ。おお、メンドリックビッグバッド。こんな迷宮の中で揚げ物が食べられるとは思わなかった。And the sister is over there on the dragon's stomach waiting. 力が良かったからだ。揚げ物は適切な温度でさっと揚げる。これでカラッとできる。焚き火でやろうと思うとなかなか難しい。焚き火でやろうとは思わないけど。この辺りはよく歩くが、こんな便利な部屋があるとは。言っとくけど、俺がいない時に真似しようとすんなよ。間違いなく死ぬから。分かっている。お前の罠の扱いは真似できる技術だ。本当に素晴らしい。この Another tasty wood week.